悪魔の辞典は、1911年にアメリカ合衆国で発表された書籍、アンブローズ・ビアス著普通の辞典の定裁をもって様々な単語に再定義を行ったものだが、その定義が痛烈な皮肉やブラックユーモアに満ち溢れており、辞書パロディの元祖的存在となっている。悪魔の辞典の起源は、ビアスがニュースレターのコラムニストだった頃にまで遡る。 フレデリック・マリオットが1850年代後半に創刊したニュースレターはサンフランシスコを拠点としビジネスマンをターゲットにした真面目な週刊経済誌だったが同時にタウンクライアーという格式ばらない風刺を売りとするコーナーもあった。ビアスはこのコーナーの執筆者として1868年12月に採用されその情け容赦のない風刺によって サンフランシスコのあざけり笑う悪魔として知られるようになっていった。通常、1881年が悪魔の時点の起源とされるが、その構想は1869年の夏頃に橋を発する。当時ビアスは話題の不足とウェブスターの辞書の審判を購入したばかりであったことからコミック辞書を書ける可能性がないだろうかという提案をした。その時は、 ウェブスターズの代理人という項目を引用し、該当部分を社体にして、次のように書いている。キングスアレサムタイムズコールドゴッツバイスジャランツ、イットイズツービーウィッシュドゼイウッドオールウェイズディザーブザ、アペラシオン王は時に、神の代理人と呼ばれる。常にその名に値するとは限らない。加えて、ノア・ウェブスターはその才能をもっとコミカルな形で、発揮すべきだったのではないかと述べた。 この時点でコミック辞書の構想が生まれたのである。この構想が公にされたのは1875年のことである。タウンクライアーの担当を辞め、ロンドンで3年を過ごした後サンフランシスコに戻ったビアスはニュースレターのタウンクライアー担当への復帰を希望していた。ビアスは偽名で書いた2つの原稿をニュースレターの編集者に送った。その1つが 魔物の辞典である。魔物の辞典では48の単語が、ビアスのトレードマークである辛辣な基地によって新しい定義を与えられた。これらの単語と定義は、悪魔の辞典の編集の際には千から漏れているが、1967年に出版された、造補版悪魔の辞典には再録されている。ビアスが次に連載した、アルゴのコラム、プラットルでは、 悪魔の辞典そのものは見られない。とはいえ、コミック辞典のアイディアは1877年9月17日号と1878年9月14日号のコラムで活かされている。ビアスが悪魔の辞典という題名を初めて用いたのは1881年の初め頃のことであり、サンフランシスコの週刊誌、ワスプの主任編集者だった頃である。辞典はを ワスプの主任編集者時代1回につき15号から2 5の定義の連載を88回にわたって続けた。1887年、ビアスはエグザミナーの編集者となり、皮肉屋の辞典という記事を執筆した。これがビアスの辞典コラムの最後のものであったが、1904年に復活し、1906年7月まで断続的に続けられた。 新聞史上の連載から始まったものを書籍の形で最初に再発表したのは1906年の霊障廃音語集である。ダブルデー社から出版された霊障廃音語集は A から L までの500号を再録している。残り500号は1911年に出版されたアンブローズ・ビアス全集の第7巻に初めて収録された。この時ようやく題名が 悪魔の辞典となった。この解題は、ビアス本人の意向に基づくものであり、霊障廃音語集という、より経験な旧題は、当時ビアスを雇っていた、新聞社の宗教的な躊躇から押し付けられた、ものであった。1967年、悪魔の辞典の増補版が出版された。これは、アーネスト・ j ホップキンスの調査に基づくものである。ビアスは、全集版を、 ワシントン DC で編集したが、サンフランシスコが1906年の大地震で壊滅的な被害を受けたため、現役時代の多くの原稿や記事が参照できず、結果として多くの定義が前週から漏れることとなった。これら、前週版にない定義をも再録したことにより、図補版の定義数は前週版の2倍に上る。この中には、魔物の時点で定義された項目も含まれる。 作中には、イエズス会のガッサラスカジェイプ神父の詩をはじめ、多くの詩が引用されているが、実際にはすべて、ビアス自身による創作であり、ガッサラスカジェイプ神父も、架空の人物である。現在、ISBN0 から19から51万2627から0や、ISBN0 から19から51万2627から0など、様々な版が出版されている。 また、プロジェクトグーテンベルクからも利用ができる。造補版悪魔の辞典としては、ISBN0 から14から118,592から9がある。日本語訳は、奥田俊介役、西川正美役、軍司俊夫役、筒井康隆役などが出版されている。また、安野三つ名田稲田、日高俊隆、別役実、横田淳也、奮泛悪魔の辞典、 トラ・アンジェリコ、天使の辞典、別役実のる、当政悪魔の辞典、吉田直、平成悪魔の辞典、石平、中国、悪魔の辞典、筒井康隆、乱朝文学大辞典、欠陥大百科、現代語浦辞典、畑国夫悪魔のことわざ辞典、天使のことわざ辞典ジョークカートゥーン、中村徹、悪魔の辞典等々、同志校の著作も多数出版されている。 ありがとうございます。